はい、というわけで今日も元気にシロクロチャンネルのお時間です。本日はですね、白猫プロジェクトフォースターリベンジ2武器ガチャが、先日登場しておりまして、こちらがねまだガチャガチャっと行ってないので行ってみたいと思います。もう完全に風邪を吹きまして、寒暖差がね激しくて、皆さん風邪は引いてないですか？まあね、寒い時は暖かくして、暖かい時はねなんかまあ調整してやんないとねダメですね。本当に気をつけてください。風にはダウンしてました。はい、そんな感じなんですけれども、ですね、今回の武器ガチャ狙いは、私信長さんしか出てないんですけど、信長さんが出ているので、まあ、モチーフ持たせてあげたいなということで、信長さんのモチーフが欲しいなと思ってます。でも、ジョバンニ君のアーチャーの弓とかも評価高いですし、あとチェルシーちゃんのね弓じゃないや、魔導士の杖もね、評価が高い。あとカモメちゃんのねドラゴンライダーもなかなか評価が高いので、まあ、そのあたりもね出たら嬉しいなと思ってます。まあ今回本当にちょっとキャラは出る気がしなくて、まあ結構ね今回キャラ厳しかったっていう方が多かったんですけど、まあ斧強化でね新キャラ追加されてから引いた方がね何回いい気がしましたね。なんであんな追っかけちゃったんだろう。まあいいや。はい、行きます。じゃあ前回、ね、コメントでなんか10連の方が出るよみたいなお声をいただいたので、今回は10連1回と5連を2回、合計20連やってみたいと思います。いやー本当にねちょっとキャラ出なかったから出てもいいと思うんだ。はい、今回はねいきなり星5じゃないんであれなんですけどね。よし、じゃあ行きたいと思います。お願いします。ダウンロードこない。まあダウンロードが全てじゃないんですけどね。はいはい、銀、あ10連で銀とかほんとやばい、へこむ。おー出た。なんだ今ちょっと盾だったか見えなかったぞ。なんだいなんだい、やった。おーお、レザールさんモチーフ出ましたね。やった。レザールさん持ってて結構使ってたんで、レザールさんモチーフ嬉しいです。80% 以上で SP 回復マイナス10、いいですね。やった、レザールモチーフありがとうございます。やっぱモチーフが出ると嬉しいですね。はい、というわけでじゃああと10回、5連を2回やってみたいと思います。いきます、お願いします。あー出る気がしないでござる。あー紙引きとかしてみたいな。めっちゃ出るみたいな、めっちゃ出るみたいな。あめっちゃ出ない。星に、あー辛いでござる。まあいいや、いきます。お、私あれだな、この間ボックス整理したんですけど、もらっといたこの間ボックス整理したんですけど、ボックス整理したらこんなに武器引いてんのにボックス入ってる、すごいはい、なんかまあそんな驚き。よし、いけます。じゃあ、あーもう絶対出ない気がする。信長さんモチーフ欲しいです、お願いします。もう結構最近交換したから交換ないよ、あんまりない。あーダメかな、あーダメか。武器は出ないですけど、まあ20連で1個レザールさんモチーフ出たんでよしとします。いやー、というわけで今回ね武器ガチャ皆さんいかがでしたでしょうか。いや、みかんちゃんの剣とか絶対みかんちゃん持たせたらもう絶対これ可愛いやつだわ。はい、まあそんな感じでね、まあ出なかったんですけど、まあ、出たんですけど、出なかったんですけど、皆さんはいかがでしたでしょうか。ちょっと最近ね、ちょっと白猫のガチャは非常にね、なんか、うおー来たーみたいなのが全くないんですけど、はい。シャキシャキトロッピー、いいな、これ欲しいな、かわいいな、もうみかんちゃんが欲しいんですけど、はい、そんな感じです。はい、というわけで、最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。ツイッターやってます。アット白黒チャンネルでやってます。ぜひぜひツイッターフォローお願いします。YouTube チャンネル登録は下の赤いボタンから登録いただきますと動画の更新通知届きますので、そちらの方もぜひぜひやっていただけると嬉しいなと思います。で、明日なんですけど、21時から LINE ライブとですね、LINE の生放送
やります、こちらはモンスターストライクモンストなんですけれども、もしよければねお時間あれば見に来ていただけると嬉しいなと思ってます。そんな感じで今日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんいきます。せーの、シードクールじゃんけん、最初はにゃん、じゃんけんチョキチョキです。なのでグーの人はしていいことあるかもよ。はい、というわけで、今日もお疲れ様でした。1週間お疲れ様でした。土日ゆっくりお休みの方はね休んでください。というわけでまた見てくださいね。バイバイ。